要なトレーニングを作っていますし、慣例で、形成されてきた事実の考え方ということを当然なっとってやっていく。これは1年生の前期の必修科目になってまして、これから4年間、その外国語のような法学を学んでいく上で、最低限習得しておくべきこう基礎的な知識ですね、そのあるいは法律の考え方、こういったものを勉強するという科目になっています。法的三段論法におけるその規範、青学の法学部では数年前から大教室でやるのではなくて、50人から60人ぐらいのクラスにこう1学年500名近くをこう分けてですね、少人数のクラスを見ていくと。でただ試験はですね、共通試験といって、その9人の先生で、共通問題を作って統一的な力を見るというのをやってるんですけど、リアクションペーパーのご紹介から始めていきたいと思います。私のその1回の授業を通じて、学生の一人一人の感想とか考えとか疑問点をこうフィードバックしていくという時間を、最初の20分ぐらい、結構時間をたくさん取ってやってますね。前回の内容少し難しいというふうにおっしゃっている方も多かったんですけれど、はい、次の方です。次の方です。判例の内容次第で結論は異なってくるのだと知りました。正直図を使った説明でもピンとこなかった部分があったり、裁判官でも見解が分かれたりすることから、法解釈というのはとても難しいと思いましたと。その判例に含まれている客観的な情報をまずは正確に読み取る力ということが重要になってきます。もう少しいきます。やっと判例が少し読めるようになってきました。最近勉強していると理解できるものも増えてきて楽しくなってきたので、期末に向かって頑張っていこうと思います、ということです。難しい概念の説明をしても、こういうものだということは分かったという、分かった内容を文章でしっかり書いてくる人がいるので、そういうものも私もそのまま読み上げたりするんですけど、そうするとこういい刺激にもなるみたいですし、逆に分からなかったっていう人が多い事項については補足の説明が必要だなということでやっていくわけで、そうするとまた次のリアクションペーパーで、この前は分からなかったことは分かりましたとかっていう、そういう受講生の実感も見ながら授業を進めてやってます。ニュースとか見てて、前日に習ったことが出てきた時にすごい分かった気になれて面白いです。日本語で書かれてるのに人によって解釈が違ったりとか、友達でも自分とは違うように考えているところとかがあって、それをどうやって考えたのかっていう理論をまた考えるのが難しいところだなって思います。最初に法学の楽しさを知ってもらう、法学部志望で来てない学生もいるので、受かったのでここに来たとかそうするとなんか他学部にはないその論法を見なきゃいけないとか判例を見なきゃいけないっていうので嫌だっていう人も結構いるんですけど、その詰め込みというよりも、面白いで難しいと思ったことが分かることの喜びとか楽しさっていうのをできる限り、早いうちに知ってもらいたいなと、そういう思いでやってますね。